どうも、トロです。ポケゴの PVP の動画を上げております。今回はですね、ルカリオ、ルンパッパ、ブルンゲルっていうパーティーで、化石カップ潜っていこうかなと思います。まあ、このパーティーは、まあ、結構強かったですね。バグ祭りがなければ、相当勝ててたかなと思います。で、まあ、1戦目なんですが、相手、ウソッキーですね。これは、面白いですね。しかもカウンターなんで結構互角の戦いしてるので、なかなか油断できない相手だなと思うんですが、まあ、こちらグローパンチでね、火力上げることができるので、なんやかんや最終的には勝てるとは思うんですけれども、とはいえあんまりね、良くない相手ではありますね。で、まあ、途中でね、こちら、ルンパッパを出していったんですが、まあ、それに対して相手がルンパッパで追っかけてきて、これね、ルンパッパをルンパッパで追っかけてくるっていうことは、おそらくなんですけれども、相手裏、鋼とかはいないんじゃないかな。多分、鋼がいたら、追っかけてくるはずなんですね、鋼で。なので、これはあれですね、ブルンゲルが通ってるんじゃないかなと思います。なので、ブルンゲル大事にしていけば、まあ、勝てるんじゃないですかね。だけどね、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、ここに対しては、ルカリオを出していくんですが、まあ、相手の技が間に合っちゃいましたね。で、まあ、多分ブルンゲルが通ってると思うので、これはね、シールド貼らずに、ブルンゲルに、ね、託していこうかなと思います。というわけでね、まあ、これ受けていって、で、まあ、ブルンゲルを出していくんですけれども、まあ、ウソッキーは虫の息ですし、まあ、ラストが鋼じゃなければ勝てるかなということで、で、実際出てきたのがブルンゲルだったので、これは先行で出てる分こちらが有利ですね。シールドもアド1枚取っているので、うん。これは勝てるんじゃないかなと思います。あとは、まあ、ウソッキーの交代受けを注意するっていうところになると思うんですけれども、まあでも、だいぶ余裕を持って貯めることができると思うので、ここもシールドね、2-0 なんで、うん、まあこれはね、慌てて打つ必要ないんでね、様子を見ながら戦っていくって感じですね。で、相手がここで岩なだれ打ってくると思うんですけれども、まあこれシールド貼ってしまえば防ぐことができるので、うん、まあこのまま倒させてもらって、で、戻ってきたブルンゲンに、シャドーボール打ってこちらの勝ちになります。うん、これはあれですね。途中で相手のね、ルンパッパに対してルンパッパを出してくるってことは、まあラストがね、鋼ではなくて水ってことを読んで、ブルンゲルを取っていたが良かったですね。対戦ありがとうございました。今の相手のパーティー面白かったですね。ウソッキーはこのリーグで初めて見たな。まあカウンターはね、ちょっと面白いと思うんですけれども、ただまあね、岩タイプなんでね、やっぱり水と鋼に弱点つかれてしまってカウンターにも弱いってことを考えると、ちょっと難しいポケモンではあるかなとは思います。で、まあ次の対戦なんですが、相手ブルンゲルですね。これは出し負けですね。なので、相手のシャドーボールのタイミングで、まあルンパッパで交代受けしていこうかな。うん。そうですね。まあ、ルンパッパ出していって、シャドーボールを受けてもらって、まあ、その後相手がどう動いてくるかっていう感じにしていこうかなと思います。まあ、これ、シャドーボールね、ルンパッパに受けてもらった理由としては、一応ね、ルカリオもね、裏のブルンゲルも、なんですかね、相手のブルンゲルに対して打点を持っているので、まあ、ゲージを溜めておいた分ね、ちょっとルカリが有利になるかなということで、まあ、途中でね、ルンパッパ出していったって感じですね。で、まあ、これは波乗りだと思うので、これ耐えるんで、まあ、これ普通に受けてもらって、うん。で、葉っぱカッターで削れるところまで削っていくって形になると思います。で、これ削ってしまったら、波乗り食らうとちょっとルカリオでは痛いので、ブルンゲルを出していって、起点を作っていって、で、さっき言ったように、相手のブルンゲルはゲージを吐いて後ろに下がってるので、ここで起点を作った分、こっちが有利になるはずなんで、うん、まあ、だいぶ、あれじゃないですかね、アド取れたんじゃないですかね。ルカリオが、グローパンチプラスアルファ溜まっていて、で、ブルンゲルが、多分シャドーボール一発分ぐらい溜まると思うので、まあ、バブル光線か。あと一発でシャドーボールが溜まるので、まあ、これはあれですね。全然戦っていけますね。で、相手がここでブルンゲルを戻してきたので、まあ、そこにはシャドーボールを打っていって、これ鼻だけ大ダメージですし、貼ったら貼ったりシールラード取れるので、まあ、全然問題なく戦っていけるかなと思います。で、まあ、ここでシールド剥がしていって、で、もう一発、もうシャドーボール打っちゃって OK ですね。まあ、確実にシールド剥がすか大ダメージを与えていくって形で、こっちはシールド貼ってしまえば OK なんで、まあ、これがバブルだろうと、シャドーボールだろうと、まあ、シールド貼ってしまって、うん。で、まあ、こちらはシャドーボール打っていけば、まあ、相手はね、シールド貼らざるを得ないんで、まあ、そこで剥がしてしまった後はルカリオを出していって、シャドーボールをぶっ飛ばしていくって感じですね。まあ、これシールド貼らないとね、相手飛ぶんで、まあ、貼ってくるんじゃないですかね。うん。そうですね、貼ってきましたね。で、貼ってきたので、そこにはルカリオを出していって、あと一発でシャドーボールが溜まるので、これを打っていって、相手のブルンゲルを飛ばしていって、で、あとはラスト勝負になるんですけれども、まあ、シールラード1枚取って、ルカリオとブルンゲルっていう布陣であれば、まあ、大体勝てるんじゃないですかね。で、最後に出てきたのがシュバルゴだったので、まあ、ここにはグローパンチを当ててダメージを取った後に、ブルンゲルを詰めていって終わりになると思います。これはあれですね、まあ、ブルンゲル、まあ、まだ一発でやられない体力残ってますし、うん、まあ十分勝っていけると思いますね。バブル光線で相手を落とせるはずなんで、まあ問題ないんじゃないかなと思います。
で相手が、まあ、これドリルだったらまあちょっと痛いと思うので、まあ、これシールド貼っていくんですけれども、まあ、その後はもうあれですね、まあ、足場だったか、まあ、どちらにしろも相手の技の回転的にね間に合わないんでこっちバブル先に打てるんで、まあ、これ入れてしまえば相手飛ぶんでねこちらの勝ちは確定だと思います。まあ、これはそうですね、まあ、出し負けだったんですけれども、まあ、うまくね、ゲージの管理がいってね、勝つことができてよかったですね。対戦ありがとうございました。うん、これ撮影した日がね、Go バトルデーだったんですよ。Go バトルデーの日、もうバグやばかったですよね。15戦ぐらい潜って、4戦バグったんですよ。3分の1バグるってちょっとやばくないですか？もうね、Go バトルリーグ一回止めた方がいいんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあ、ナイアンティックね、どうかしてますね。こんな日に、うん、そんな Go バトルデーの日にね、バグあるのにね、開催するってちょっとイカれてるとしか思えないですね。で、まあ、次の対戦、胸相手ブルンゲルで、まあ、これね、まあ、さっきと同じように、相手のシャドーボールのタイミングでルンパッパで受けていって、で、まあ、大体これ打ってくれるんですよね。で、まあ、シャドーボールだったんで、普通にまあ、受けていって、で、まあ、そのまま相手が突っ込んできたので、こちらは、ゴリゴロしていくんですけれども、まあ、ちょっと起点を作ってからレジスチルを出してきたんですが、これも全然問題ないですね。こちらは、相手の技食らわなければ、ルンパッパ飛ばないんで、まあ、ここでゲージを吐かせてしまえば、まあ、その後はね、ルカリオでね、起点にしつつ戦うことができるので、まあ、OK なんじゃないかなと思います。だけでね、まあ、ここでルンパッパ突破されていって、で、こちらはすかさずルカリオを出していって、まあ、グローを積んでしまえば、その後はカウンターだけで持っていけるかな。どうだろう、相手の技、のタイミングだけちょっと見ながら打っていきたいって感じではありますね。で、まあこれ一発入れていって、で、どうですかね。ちょっと打たれちゃいそうなんですね。なので、まあここは一発打っていって、まあシールドか、まあ対面という択を迫っていくって感じですね。まあこれ貼らなければ貼らなかったで、まあ全然ね、ルカリオでまだ戦えるんで問題ないかなと思ってます。で、相手がここで出してきたのがペリッパーだったので、まあそこにはそうですね、シャドーボールを打っていって、でまあ、これでシールド貼ったら貼ったでね、シールドなら取れるんで、そしたらもうブルンゲル詰めていけるはずなんで、まあ問題ないんじゃないかなと思います。だけでね、まあここで、シャドーボールを打っていって、で、相手がウェザーボールを打ってくるんですけれども、まあもうシールド2枚取った状態であれば、もうブルンゲル詰めていけるんで、勝ちはほぼ確定かなと思います。だけでね、まあこれは、食らっていって、あ、シールド1枚ですね。で、まあブルンゲルを出していくんですけれども、どうですかね、相手の技の回数だけ数えていって、まあでも暴風食らってもやられないかな。まあ問題ないと思うので、とりあえずここはシャドーボールを打っていって、相手のシールをしっかり剥がしていってしまえば、その後はもうちょっと起点を作り気味に戦えばね、相手のブルンゲルより先にシャドーボールを打てるんで、勝ちは確定かなと思います。しかもここ張ってこなかったんで、これもいただきですね。もうシルラル取った状態だったで、うん、そうですね。対戦ありがとうございました。うん、そうですね。相手の初手がブルンゲルの時は、相手のたたり目5発のタイミングでね、ルンパッパで受けるようにすると、まあ大体ね、シャドーボール打ってきてくれて、まあそこで透かしてね、こちらゲージを溜めた状態で後ろにね、ルカリオを下げて、勝負することができるんで、まあ大体まくれることが多いですね。実際出し負けなんですけれども、まくれた回数の方が多かったような気がしますね。で、まあ次の対戦なんですが、相手ラグラージで、まあこれ一応出しがちにはなるんですけれども、まあシールドをね、剥がされちゃうタイミングなので、まあできればね、シールドを温存したいので、相手のね、ハイドロカノンのタイミングで、こちらは、ブルンゲルを出していって、交代受けって感じです。で、まあ、大体ここもね、相手打ってきてくれますね。で、それに対して相手がナットレイで追っかけてきたんですけれども、これちょっとめんどくさい相手ですね。ただまあ、これはもうしょうがないですね。やられちゃって OK なんじゃないですかね。ルカリオで起点作ってしまえば、まあ、こちらもグローパンチ一発分溜めていて、で、相手のラグラージが、ゲージ空っぽで下がってるんで、ここで積んでしまえばね、シールドを駆使して、ラグラジも対抗できますし、まあ、こちらのルンパッパも残っているので、まあ、全然悪くないかなと思います。だけでね、ここはグローパンチを打っていって、で、相手もまた打ってくるんですけれども、まあ、それ防いでしまえばね、こちら火力を上げた状態のね、ルカリオを裏にね、ぶつけることができるんで、まあ、全然悪くないんじゃないかなと思います。だけでね、2発目のグローパンチを打っていって、で、相手は張ってこなかったですね。で、まあ、技打ってくるんですが、もうこれ貼ってしまえば、こちらの2段階積んだルカリオを活かした状態で、相手の裏を見ることができるので、まあ、全然悪くないんじゃないかなと思います。だけでね、ここで相手が、ルカリオを出してきたんで、まあ、そこにはね、ちょっと先行で出てるんで、こっち先に打てるんで、グロパンチ打っていって、しかもね、もう2段階積んだ状態だったんで、もうこれもう、ほぼ、禁止状態ですね。うん。で、まあ、実際これ相手のルカリオを突破していって、で、最後に出てくるのがラグラージなんで、まあ、そこにはね、ルンパッパを焦ってしまえば、相手なすすべもなくね、倒されるしかないので、まあ、こちらの勝ちですね。対戦ありがとうございました。
うん、このパーティーはあれですね、ルカリオの起点をいかに作るかっていうのが結構ポイントになってるような気がしますね。まあルカリオはやっぱ火力があるポケモンなんでね、まあこのリーグでは特にね、刺さりやすいんで、まあ最強クラスと言っていいんじゃないかなと思います。で、まあ次の対戦なんですが、相手ラグラジですね。これ相手も最強クラスなんですけれども、まあさっきと同じように相手の5発目のタイミングでブルンゲルを出していけば、だいたい打ってきてくれるんですが、まあ打ってこなくて、ただまあ溜めてね、結局打ってきたので、これは悪くないですね。まあ自信だったとしてもこれやられないんで、普通に受けてしまって、うん。で、まあ戦っていこうかなと思います。で、まあ実際これぐらい HP 残るんで、そのまま突っ込んでいくんですが、相手がエアームドに引いてきたので、まあそこに対してはね、シャドーボール打ってダメージを与えていって、まあルカリオの援護をしていくって感じですね。まあルカリオはね、ゲージ溜めた状態で後ろに下がってるので、エアームド相手にもね、こちら鋼タイプ入ってますし、格闘タイプといってね、投倍で受けることができるので、まあ全然悪くないんじゃないかなと思います。で、まあここ一応バブル構成打ったんですけれども、まあ先に打たれちゃいましたね。まあでも OK でしょう。まあゲージ吐かせる分には全然 OK で、まあここ吐かせた後は、もうルカリオを出していって、どんどん積んでいってしまえば、もうラグラージもね、手が出せない化け物にね、ルカリオがなるので、まあほぼ勝ち確なんじゃないかなと思います。まああとは相手のラスト次第ですね。まあ、とりあえずここでグローパンチを打っていって火力を上げてしまえば、その他もカウンターだけで殴り殺せるはずなんで、うん、まあこれ一発入れていって、で、あとはカウンターで殴っていくって感じですね。で相手に技一発打たれちゃうかな。もう打たれなかったですね。これ大きかったですね。まあ、シールド22で、積んだルカリオを一刀に裏を見ることができるんで、まあ、決して悪くないとは思ってますね。で、相手がここでラグラージを戻してきたので、もうここはもう逃げる必要ないですね。もうガンガン、グローパンチ積んで、起点にさせてもらって、まあ、突破していくって形になると思います。だけで、まあ、ここ一発目打っていって、で、相手が、技打ってくるのかな。あ、打ってきましたね。で、これ間に合っちゃったんで、まあ、シールド貼っていって、で、あとはカウンターだけで殴らせてもらって、ラスト勝負になるんですけれども、まあ、ルカリオがもう、これだけ積んでたら、手も足も出ないんじゃないですかね。まあ、鋼タイプは出せないですし、うん。あれですね。で、まあ、最後出てきたのルカリオだったので、これはもう、どんどん積んでいって、これ3段階目ですかね。もうかなり積んだと思うので、まあ、この後もカウンターでゴリゴリ削れるんで、まあ、全然悪くないですね。だけども削っていって、で、ここまで削ってしまえば、もうルンパッパの、ね、葉っぱカッター圏内なんで、葉っぱカッターでゴリゴリ削っていって、相手の技さえね、防いでしまえばこちらの勝ちですね。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、このパーティーは結構強かったですね。まあ、GO バトルリレーでバグがなければ、もうプラスアルファで10勝ないし20勝ぐらい、20勝は大げさかな、10勝15勝ぐらいはね、多分ね、上乗せできてたはずなんですよ。まあ、実際勝ってる試合を、まあ、勝ってないことにされてしまったりですとか、あとはフリーズで勝ってる試合を負けにされてしまったりですとか、まあ、ほんと多くて、ちょっとね、慣れましたね。特にあれですね、勝ったのに勝ってないことにされるバグはマジでやばかったですね。5回連続あって、それがせっかく5連勝したのになんか0勝になったんですよちょっとまあ笑い事じゃないんですけど、まあでもちょっともう笑うしかなくてね、もうちょっとね、まあ、残念なんですが、うん、本当にひどかったです。で、まあ、実際この動画を公開した日、治ってるかどうかね、知らないですが、まあ多分2、3日後にね、編集した後に出そうと思ってるので、あれなんですけれども、ちょっとね、やばすぎですよね。まあ、5バトルリーグだけじゃなくて、レイドもね、なんかバグりますし、フィールドでポケモン使い回っててもバグるじゃないですか。ナイアンティック5年目、6年目にして、今一番バグってるなって気がしますね。うん、しかもこんな状態でね、夏には世界大会やろうとしてるんで、もうなんか、もう呆れるしかないなって感じではあります。まあそうですね、まあナイアンの愚痴をね、まあぐちぐち言っててもしょうがないんで、まあパーティーの解説に入りたいんですけれども、まあルカリオがね、出しがってる場合はね、まあそのままイケイケおせおせできるんですけれども、まあ出し負けた場合ですね、まあそうですね、まあ多いのがまあブルンゲルですとか、まあその辺が出てきた場合は、まあ相手のね、技をね、うまくね、ルンパッパに受けてもらって、で、まあルンパッパを出していったらね、ブルンゲルとかね、水ポケモンはまあ裏に下げるしかなくなるので、まあどこまで相手が止めて下げるかはね、しっかり記憶していって、で、まあルンパッパで押していって、で、大体ルンパッパを追っかけてくるポケモンってね、まあレジスチルですとか、まああとはまあ、そうですね、まあルカリオが追っかけてくることもありますし、うん、まあ鋼系が多いかな。うん、で、まあ、鋼系、まあ、エアームドもそうなんですけれども、まあ、そいつらが追っかけてきた場合は、まあ、できるだけね、ルンパッパで前線していって、で、その後はね、ルカリオをね、食べた、グロを食べた状態で後ろに下がってるはずなんで、あれですね、まあ、グロパンチで鋼を
ナスから起点してゲージを貯めさせてもらって、で再びねブルンゲルを通していくっていう、まあそんなコンセプトで組んでいるので、うん、まあそこがうまくはまるとね、まあ出し負けてもね全然戦えましたね。むしろ相手がブルンゲルの時は逆になんか勝てた時の方が多かったような気がしますね。ただまあ相手のね初手がブルンゲルの時はね結構まくれたんですけれども、まあ、ペリッパーの時がちょっと厄介で、まあ相手のペリッパーのねウェザーボールのタイミング、まあ、5発目のタイミングですね、翼で打つのタイミング、6発目のタイミングで、まあ、ブルンゲル交代消して、そこにね相手がねウェザーボールを打ってきてくれた場合はいいんですけれども、それを打たずに相手がねゲージを貯めた状態で後ろに下がった場合にかなり辛いことになりますね。まあルカリオがウェザーボール一発で結構持ってかれてしまうのと、まあルンパッパもね、ボフ一発で持ってかれてしまうのでゲージを貯めた状態で相手のねペリッパーが後ろに下がってしまった場合、まあ、かなりまくるのが大変でしたね、うん、まあどうなんですかね、うん、まあ、レートが上がってからだと相手がね5発目のタイミングで打ってこないことが多かったので、まあ、結構ね負けることが多かったですね。レートが低いうちはねあれだったんですけれども、むしろ相手が5発目で打ってきてくれて、それをブルンゲで交代消してっていう動きが通用したんですけれども、まあ、ちょっと上がってきたらねなかなか相手もね即打ちしてこなくて、うん、まあ、ちょっと辛かったですねそこは。まあ、とはいえね、ルカリオもね、ブルンゲルも、シャドーパンチっていうね、超強力な技を持っていて、まあ、それをね、比較的早くね、回すことができるんで、まあ、ルカリオの場合はゲージ溜めた状態上に下げてっていう戦い方が、まあ、基本になってくるので、まあ、早く打つことができるんでね、まあ、そこら辺をね、うまく駆使して戦っていくと、かなり強いパーティーだったなって印象あります。なのでね、まあ、化石カップも残り少ないんですけれども、まあ、でもね、まだパーティーがね、うまく決まってない人ですとか、なかなかね、勝てない人は、まあ、結構ね、いいパーティーだと思うので、まあ、使っていただけたらなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては、記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。